こんばんは、MC。大丈夫。はい、皆さんこんばんは、MC 岐阜公式 VTuber の春久ゆめです。なんと、今日はゆめが番組の司会進行をライブで19時、7時から発信予定なんですけど、いても立ってもいられず、もうちょっと早めにスタートしちゃいました。イエーイ。では、ギフィーも、なりなりで、ありがとう。ね。そう、今、ギフィーと、ズームで、つながっております。ギフィー、元気？元気？よかった、よかった。危ないよ。ねえ。椅子から落ちないようにね。ね、わかった？ OK。いや、でも、ギフィー、今日も可愛いけど、やっぱり、夢のライバルなので、あんまりちょっと可愛いって言わないようにしまーす。なんかすごい。ゆめのが可愛いって、ありがとう、知ってる。 でもちょっと、やだ、めっちゃファンサもらっちゃった。どうしよう。やっぱこれからお互いをしていく？ライバル戦ってやめる？やっぱ、平和に行こう。ピースフルだよね。やっぱね、これが大事だよね。ではこれからは、ゆめとギフィは仲良しってことで、よろしくお願いします。ね、2人で FC ギフの可愛いをね、担っていこうね。ねえ。いいね、いいね、いいポーズしてるね。いや、でも、大丈夫かな、夢。司会できるかなって、ちょっと不安なんで、時々可愛い感じでフォローお願いします。さあ、ってことでね、ライブ配信なので、YouTube だから、チャット機能がある。あ、で、すでに、ほら、こんばんはとか、いっぱいコメントしてくれてありがとうございます。ゆめもどっちかって言ったら、コメントする側の人間を日頃やっているので、ちょっとね、なんか嬉しいね。コメントされる側になっちゃったよ。ね、嬉しいね。かわいい。かわいいね、ギフィちゃん。でも、そうですね。今すでにいるのが、アイリさんと、スーさんと、ちょっと名前が読めない。でも、4人の方かな、ありがとうございます。FC 岐阜のこともね、すごい普段もこう応援してくださって、ありがとうございます。いやー、夢のことにも触れてくれんかな？ゆみかわいいけどさ。あ、こんばんは。すごーい。ケントモパパさん、小島さん、ありがとうございます。いや、あと5分だって、ギフィ。5分で始まっちゃうって。もう始まってるけど。今更。大丈夫だよ。大丈夫、かわいい、かわいい。かわいいし、かっこいい。どっちも兼ね備えてる。大丈夫、OK。最高。本当に、初めての司会進行なので、至らぬ点もあるかと思いますが、本当に、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。拍手してくれた。嬉しいね。なんかでも多分、ゆめとギフィーなんで、まあ、真面目なとこはちゃんと真面目にやりますけど、基本的にね、こうね、ゆるーくね、楽しくやっていけたらね、ちょっとそれは違うよ。それは違う。それは違う。でも、ゆるーく楽しくね、やっていけたらね、いいね。ね、よろしくお願いしまーす。でも、まだあと4分あるよ。どうしようね。意外と時間あるよ。どうする？じゃんけんでもする？ いや、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこだ。あいこでしょ。あ、負けた。超くだらない。超くだらない。何して。あ、あ、
夢ちゃん喋りながらそれっぽく動いててすごい。いや、夢だもん。いや、じゃ夢喋りながらそれっぽく動いてるんじゃなくて、夢が今ここで動いてるの、喋って動いてるの。わかる？ね。お、アイリさんが今ギフィの T シャツ着てるようだって。嬉しいね。やったね、夢の T シャツは。夢の T シャツ出しましょうよ。夢の T シャツも出します。あ、夢ちゃんギフィかわいいだって。そうなんですよ。夢とギフティはね、FC ギフの可愛い担当なんで、よろしくお願いします。まだあと3分あるよ。カップラーメンができるね。ちょっと伝わった。伝わったよ、ちゃんと。ねえ、何しようかな。じゃんけん回りちゃったしな。ちょっとそれ伝わんない。もう一回でじゃんけんするの？あ、ちょいた方がいいって言った？もしかして。あっ。え？ちょっとあっち向いた方がいい。むずくない？いいよ、やるよ。せーの。最初はグー。じゃんけんぽー。あ、あいこだよ。あいこでしょい。あ、あ、あ、こっち、夢、これ夢が勝った。ちょっとなんか、よくない。あ、夢がやるね。ぐだぐだじゃん。やめよう、じゃんけんでしょ、やっぱ。あ、今度土曜日試合来ますだって。あ、じゃんけんする？もう一回。すごい椅子に座りながら喜びの舞してる。あ、ギフィーの男気 T シャツ着てますって人もいるよ。やったね。すごいね。よし。いやでも、なんかちょっとこの、なんか、いい感じのグダグダ感で緊張が、なんか、ほどきてきたような、ほぐれてきたような気がするよ。ありがとう、ギフィ。ギフィ聞いてる？聞いてなかったでしょ。しょうがないな。ゆめちゃん優しいから許してあげる。何？それ何？わかんない。やばいよ、今日ちょっと大丈夫かな。いや、でもね、ね、頑張るもんね。よろしくお願いします。さあ、やばい、あと1分切ったよ。やばいね。ドキドキしちゃう。ね。いや、ほんとに。やばい、やばい。あ、今度絶対行きますとか言ってくれてる人もいるのでね。ね。嬉しいね。ね。ね、ニヤニヤが止まんないね。いやー、待って待って、あと20秒切ったよ。やばくない？獅子になっちゃう。変な声出ちゃった。いや、でも、そう、もう始まってます。あ、そう、もう始まってたってコメントあったから。ま、ある意味始まってる。お、ということで、獅子になりました。それでは改めまして皆さんこんばんは。 FC 岐阜公式 VTuber のしゅうきゅうゆめです。今日は祝有観客試合直前ライブ配信ギガかぶってるぞダービーと題して、私しゅうきゅうゆめがこの1時間司会進行を務めさせていただきます。一人だと心細いのでギフィにも来てもらいました。ギフィよろしくね。はい、ということで、さて、今日1時間の内容ですが、この後、かまたまーれさぬきのマスコット、さぬぴーとギフィが、岐阜の義とさぬきの義、どちらがふさわしいか、ゲームで対決します。そうだよ、ギフィだよ。頑張ってね。そう。で、その後、FC 岐阜の選手が登場したり、ギフィ&しゅうきゅう夢タイムだったり、ゼムナビッチ監督からのメッセージもね、あったりするので、そちらの方もご紹介させていただきますので、ぜひお楽しみください。この配信はチャット機能、そしてスーパーチャットという投げ銭機能もありますので、そちらの方も。ギフィ、その手は何？やめなさい。隠して。すいません。OK。はい。そちらの方もお楽しみください。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。さあ、次節はね、もうすぐだね。4月11日土曜日、
ハマタマーレサヌキ戦は有観客試合となりますが、新型コロナウイルス感染症対策を実施するにあたり、お客様の安全を第一としたスタジアム環境を確保するために、J リーグのガイドラインに沿って来場されるすべてのお客様の情報及び観戦エリアを把握した運営をいたします。つきましては、有観客試合の開催において、5点大きく変更となりますので、皆さんそちらの方よろしくお願いします。ではご紹介させていただきますね。まず1、チケット販売は J リーグチケットのウェブ販売のみとなります。2、各席種すべて全戸席指定またはゾーン指定席となります。3、ゾーン指定席では前後左右最低1メートル空けて観戦してください。4、シーズンシートでの観戦は全試合不可となります。お願いします。そして最後5、招待券を使用する場合には特設 URL からゾーン指定の QR チケットを発券する必要がございます。詳しくは FC 岐阜公式ホームページ、またはこの配信している紹介欄の方にも URL を貼ってますので、そちらの方をご確認ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで始まりましたが、ね、どう、ギフィー。緊張してる？緊張してるの？夢はギフィー来てくれたおかげでね、ちょっと緊張なくなったよ。だから、楽しく行こうね。あ、やだー！投げキスしてくれたの？好きだよ。仲良しだもんね。ねー。かわいい担当です。よろしくお願いしまーす。ねえ。じゃあ、コメントもまた、こういっぱい、来てる。お。ゆめちゃんとギフィーのコラボダンス、スタジアムで見たいな、だって。やりたいね、いつかね。あ、ねえ、パプリカ。え、見てくれたの？もしかして。え、ありがとう。そう、頑張って踊った。ねえ、よかった？ありがとう。嬉しい。うん、あ、そう。あ、蒲田マーレのサポの方もコメントしてくれてるよ。ありがたいね。ね、嬉しい。ということで、じゃあ、もう次、行っちゃうと早いですか？もう行っていいですか？あ、いいですか？ありがとうございます。ということで、大変長らくお待たせいたしました。続いては、ギが被ってるぞダービー、ギはギキ対決。ここからはガマタマーレサヌキのサヌピーにも登場していただいて、ギフィーとの対決を行いたいと思います。サヌピーサヌピーサヌピー、おおお、来る、サヌピーサヌピー、聞こえる？あ、聞こえてるっぽいね。サヌピーよろしくお願いしまーす。こんにちは。サヌキの方からの出演ありがとうございます。ということで、サヌピーとね、ギフィーは、デビューが同じ2017年の17マスコット同期会のメンバーで、ね、仲がいいんだよね。ギ。わからないよ。これからの勝負次第だからね。頑張ってね、ギフィーも。ね、お願いします。ということで、仲がいいんだよね、サヌピーとギフィーね。そう、そんなギフィとサヌピーに今日は対決をしてもらいます。いいですか？そう、ことの発端はですね、ギが被ってるぞダービーのギはギなのか、キなのか、どっちだっていうスタッフさんがね、疑問に思ったの。どっちなんだよってなってね。ギフはギじゃん。だけど、そう思ってたけど、そのサヌキさんは、キって思ってるんじゃないかなって。そう。っていう、そういうね、疑念をね、抱いて、そこから、だったらもう決着つけてやろうじゃねえかと。そういうことで、ギフィとサヌピーの対決がね、今回決まりました。ということで、ギが被ってるぞダービーの看板を背負った対決です。これは。気合入ってますか？気合入ってる？お台玉。
ビフィーのそのなんか髪なびかせてるみたいな。でもね、2人とも気合い十分ということで、はい、肝心の対決内容ですが、ギフィーはギから始まる長い言葉、サヌピーはキから始まる長い言葉を考えてください。より長い言葉を考えた方が勝ちです。なんとですね、負けた方には罰ゲームが待っています。でですね、その罰ゲームとはなんと試合日まで名前を変更してもらいます。名前を変えてもらうの。だからギッピーがギッピーじゃなくなっちゃうの。サヌピーもサヌピーじゃなくなっちゃうの。そう、だからその対決の前に、だから負けた場合の変更する名前をお互いに考え合えてみようかなって今から思います。だからギッピーはサヌピーで、サヌピーはギッピーの名前をどう変えるかっていうのを今から書いてください。お願いします。それではスタート。さあ、何になるのかな、どんなのかな。夢は司会進行なので、こちらには全く関与してません。夢は宗教夢のままです。イエーイ、司会の特権。あ、確かにサヌピもギフィも目が青いんですね。書き換えて。そうですね、負けられない戦いですよ。お、書けましたか？ OK？ ギフィも OK？ OK？ じゃあ、書けたみたいので、2人ともオープン、お願いします。じゃじゃん。待って、え、じゃあギッピーが、じゃサヌピー面白いね。ギッピー負けたらギッピーのギが偽っていう字になったギッピーで、でサヌピーが負けたらサヌプーになるということで変更することが決定しました。でこれはちょっと偽物になりたくないね。サヌピーも名前変わりたくないもんね。負けられない戦いです。いや本当に絶対に負けられない。これ結構なかなかの変更で、特にギッピーだね。偽物になっちゃうから、いや頑張って。ということで、いよいよ対決に参りたいと思います。準備はいいですか？やりたいと思う。あ、いきますよ。では、シンキングタイム、あ、噛んじゃった。シンキングタイムは2分間です。それでは、ギーピーはギーから始まる長い言葉。サヌピーはキーから始まる長い言葉を考えてください。サヌピーは準備で OK ですか？ OK。それでは、いきます。よーい、スタート！めっちゃ悩んでるでしょ。めっちゃ悩んでるね。頑張れ。ごめん、サンピーもちょっとテーマ進まないね。ヒントもらおうとしない。ヒントもらおうとしないの。ダメだよ、反則負けにするよ。ちゃんと自分で考えて。ね、あ、でもちゃんと、あ、すごい。で、ま、進んでも、ギって書いただけ。ちゃんと、頑張れ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 。あと1分かな。あと1分ぐらいだね。あと1分だよ。頑張って。筆が進まない。本当にね。え、でも、お、あれ？サヌピーもう書けてるよ、ギッピー。
頑張って確認する大丈夫まだまだ OK？ でも、あ、もう2分ないですけど2人とも OK みたいなそうなので、あ、ナナピーかわいい、でも2人ともかけたそうなのでかわいい対決、はい、でももう大丈夫なそうなので回答をね、発表していきたいと思います。それではサヌピーの回答からいきましょう。サヌピーどうぞ。じゃじゃん、キャリーパミュパミュ、あー長い、うわー、すげえすげえって言っちゃった。いや、いいよいいよいいよ、いいと思う。キャリーパミュパミュ10文字です。お、2桁いった、これはでかいでかいでかい。いやー、これちょっとあれ、ギフィギフィギフィどっか行かないで、次ギフィだから、ちょっと発表して。ということで続いてギフィの回答をオープンします。ギフィどうぞ。銀行よくない、よくない。でも確かに、ギーが難しいからね。銀行ごと。頑張った、頑張った。頑張った。でも、コンプライアンス的にどうなのかなって思っちゃう。まあでもね、でも銀行ごとは、8文字なので。文字数減ったけどいいの？え、まあ、勝てないよってコンプライアンスを取ったのに銀行口座じゃ7文字に変更ということで、ということで勝者はおめでとうございます。いやでもね、ギは難しかったね、ギフィもね。でもサヌピすごい、キャリーパミュパミュさんの名前出てきてすごい。いやこれはもうね、完全勝利だね、さすがにね。これは負けを認めざるを得なかったよね。なんか書いてるちゃんと書いた、ちゃんと書いた。サヌピの勝ちということで、それでは今回の対決で木がかぶってるぞダービーということで、木と呼ぶことに決まりました。罰ゲームということで、名前変更の餌食となったのはギフィです。まあ呼び方は変わらないね、あの表記的にちょっと悲しいけどギフィです。本当にだからツイッターでこの名前もね、この名前でね出してツイートしていただきますので、一回はお願いします。 OK？はい、ということで、偽って書いたギッフィー、頑張ってください。悲しいな、悲しい。でも頑張ってね、頑張ってね。はい、それではギッフィー&サヌピー、ありがとうございました。対決してるけど、本当はね、17マスコット同期会で仲良しだもんね。ねー。ということで、7月11日の試合では、また、まだ、勝っちゃった。許して。OK。そう。まだお互いね、会えないけど、ギフトね、タヌキのおすすめのグルメをね、送り合う予定だもんね。ね、夢も便乗して食べていいかい？いいかい？いい、オッケー。ありがとう。やっぱ、うちら、仲良しだもんね。ありがとう。ということで、ギフトタヌキの美味しいものを食べて、一緒にね、お互い試合を盛り上げていきましょう。それでは、ここまで、木がかぶってるぞダービーの、木はギッギッ対決でした。サヌピーもサヌキからありがとうね。バイバーイ。バイバーイ。いやー。かわいいね、サヌピー。かわいい。あ、やだ。かわいい。かわいいよ。ということで、でもやっぱサヌピーもね、可愛かったね。でもギーピーも、ギーって難しい中、よく頑張りました。
そう、似たものになっちゃったけどね。あ、ギッフィースーパーチャット、ありがとうございます。みゃーすかみゃーさん、ありがとうございます。嬉しいね、すごいね、ね、ありがたいね。ということで、こんな感じでギーがかぶって、ギーじゃないね、もう木だよ、負けたから木がかぶってるとダービーやっていきました。でも本当に頑張ったよ、ギフィ、ギフィ、うん、私もありがとう。お互いにこれからも頑張ろうね。うん、さ、ということで FC 岐阜からのお知らせです。いつでもどこでも全試合見放題のダゾーンに加入して応援よろしくお願いします。会員となりたくさん視聴していただけますとクラブの強化費にもつながります。まだダゾーンに加入されていない方はこの動画の紹介欄に URL を貼り付けていますので、そこから会う、そこから大事なとこで感じはなくないね、頑張る、そこから申し込みお願いいたします。続けてもう一つお知らせです。先月から今皆さんがご覧いただいている FC 岐阜公式 YouTube FC 岐阜 TV にて J クラブ初となるチャンネルメンバーシップを開始いたしました。月額490円のチャンネルメンバーになることでメンバー限定の特典を受けることができます。すごいよ、すごいのでリフィも回っております。いつもより多く回っております。さあ、ここで得点を発表していきたいと思いますよ。目回っちゃった？大丈夫？ちょっとだけ？ちょっとだけ？オッケー。じゃあ、得点発表していきたいと思います。得点その1！じゃじゃん！ユーザー名の横にメンバーになってからの期間を表示するメンバー限定ギッピーバッジ！ギフィバッチ、いいな、ギフィ、そういうのでした。あ、もうすでについてる方もいらっしゃるよ。チャットね、コメント入れてくださってる方の中で。すごいですね。ありがとうございます。さあ、そして、得点その2。チャットで使えるメンバー限定ギフィスタンプ。いいな、なんでギフィ、え、これ、レキのさ、先輩だからですか。まあ、そういうことよねってやらないでもらっていいですか。今、司会私なんで。私がもう、じゃあ、ギッフィーさんありがとうございましたって言ったらもう出なくていいんですよ。分かってます？はい。ありがとうございます。まあ、仲良くいこうね。得点その3！メンバー限定で、ホーム公式戦の写真を、スライドショーの動画として配信いたします。え、めっちゃいいね、これめっちゃいいよね、普通に。え、これはもうこの 3つ目のまでの時点でだいぶすごい入って得する、すごいいい。この中で4つ目、じゃじゃん、メンバー限定で参加できるトークイベントなどの配信をいたします。そうかない、でも月に1回程度かなぐらいのペースでやらせていただこうかと思っていると、あの、スタッフが言っております。はい。で、7月はですね、武田選手と大西選手が、鵜飼などをするの、なんか鵜飼などの体験をする予定ですので、その模様を配信します。だそうです。かいだって。かいだってすごくない？でも夢多分できないよ。あわあわしちゃう。ギフィは？ギフィ何でもできるからできそうだよ。うぅ、むぅ、かっこいい、うふぅ。あ、はい。はい、ってことで、スマホでは、スマホではメンバーシップのボタンを見つけるのが難しいので、パソコンからぜひ登録お願いします。登録方法などはこのね、登録方法など詳細はこの配信している動画の紹介欄にこちらも記載していますので、そちらでご確認ください。
あの夢もいつかね。そうだよ、夢もいつかこのトークイベントとかさ、出れるといいの。またギフィとさ、一緒にやろうよ。ね。スタッフさんにお願いして。お願いします。お願いします。お願いします。かわいい担当でやらせてください。お願いします。なんか書いてる。なんか書いてる。書けないんですけど。書けないです。全然違った。私たちのことに対するお返事じゃなかった。まあでも、そういうこともあるよ。まあでも頑張ろう。お、待って、ヒッフィチャット、ヒッフィのスタンプ、ヒッフィのスタンプ、すごーい。いいな、なんで、なんでヒッフィが。いつか夢のスタンプもよろしくお願いします。でもすごいね。なんか、いつもより丸めだね、スタンプのヒッフィ。丸くない、なんか。かわいいね。ね、リフトアップしなきゃね。大丈夫だよ。今シュッとしてる。今シュッとしてるよ。今は大丈夫だよ。痛そう、なんか。大丈夫、今大丈夫。今はシュッとしてる。やめないのね。やめないの。すごい !4 つもなんか連続でぴょん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 ってやって送ってくれる。すごいいろんな表情あるんですね。ね、夢もいつかスタンプ作ってもらえるように、あの、お願いしておきたいと思います。さあ、ここからは、きっと皆さん、お待ちかねだったと思います。FC 岐阜の選手に、ズームを使って出演していただきます。イエーイ！ということでですね、まずは、一人目。そうです。先ほどな、あの、名前を少し出させていただきました。武田忠志キャプテンでーす。お願いしまーす。武田選手ー。繋がるかなー。まだかなー。あ、こんばんはー。こんばんはー。武田選手です。一番の主役ゆめです。よろしくお願いしまーす。はじめまして、ゆめちゃん、よろしくお願いします。ギフィー、よろしく。お願いします。そうですね、早速、武田選手に質問させていただきたいんですが、大丈夫ですか？はい、どうぞ。それでは、今日はどのようなトレーニングをしましたか？今日はね、雨がすごかったから、午前中の練習の予定だったんだけど、急遽午後になりましたよ。あら、ゆめちゃん大丈夫だった？雨。いや、もうゆめはもうだから雨やばかったんでずっと家にいました。ずっと家にいました。ギフィは今日ギフィもずっと家にいた。ずっと家にいました。ゲームしてたの？ギフィ。え、ゆめもゲームしてた。一緒。いいなやっぱり家に行っちゃうとちょっとゲームしちゃうんですよね。で、今日で午後からになったから、はい、雨も止んで、はい、もうグラウンドも水浸しだったんだけど、午後はね晴れたからしっかり乾いて、うん、ちゃんと練習できましたよ。よかったです。本当にこの間の勝ったね、前節勝利した振り返りミーティングをやって、はい、そこから2時間半ぐらいかな、みっちり練習しました。お疲れ様でした。今さっき帰ってきたばっかりだよ。だからついさっき、あれ、あ、本当お疲れ様です。そうだから、もう練習着のまま帰ってきました。でもね、練習着こうやって見れるのもね、やっぱいいですよね、そういう本当はい、こうユニフォームと違う姿を見れるの。お、なんかそうね、なんか帰ってきた。なんだなんだい、なんだい。あ、やだ、ギフィーありがとう。ギフィーとゆめちゃんの最初のねところから見てるからね、僕。本当ですか？僕ってか俺、偽物になっちゃったの。偽フィーになってたね。ギフィーでの偽フィーじゃなくて。偽フィー回避。
見られてたって。すごい緊張してたけど、あの始まる前からあのところ見てて、すごいゆるーくじゃんけんしてるの見て、すごい緊張取れた。見られてたので、緊張取れた。名前変わっちゃったね。見せ物になっちゃった。でも11日までだから、まだね。まあ、こちらの名前、こちらのギフィーの方で頑張っていただきます。ギフィーは。はい、よろしくお願いします、ギフィー。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。はい。次に、あの、武田選手のプライベートな部分もお聞きしたいんですけど、はい。あの、公式プロフィールの行ってみたい人が、うん、アリーナ最前列って書いてあったんですけど、本当ですか？はい、アリーナ最前列ね、行ってみたい場所、本当です。わかりました。アリーナの最前列はライブのアリーナで一番前に行きたいっていう意味なんだけど、なかなかね、あれ当たらないから一番前は。いや本当ですよね、わかります。ゆめもオタクなんで。え、ゆめちゃんもオタクなの？はい、ゆめちゃん趣味ダンスってなってたけど、ダンス得意なんでしょ？え？趣味ダンスになってたけど、ダンスが得意なんでしょ？はい、得意です。やっぱりね、アリーナの最前列行ったらダンスもかっこよく見えるかなと思って、一番前行きたいなって思ってんだよね。わかります、わかります。え、武田選手はどの方のアリーナ最前列なんで？どの方？もうそれはもうね、何回も言ってるからちょっとしつこいかもしれないけど、ジャニーズのキスマイフット2のライブのアリーナの最前列行きたいな。知ってました。知ってたんかい。なんで言わしたん、あえてね。知らなかったと思うんで、やっぱり。あ、ありがとう、ね、いやでもいいですね、推しのライブの最前列は絶対に行きたい。そうね、だから今度スタジアムもサポーター入れるようになって、一番前でやっぱみんな見たいよね、きっと試合。そうですね、そう、試合も最前列で見たい。うん、わかりますね、本当に。いや最前列ほどいい席はないっすよ。でも あれなんだよね、あのちょっとジャニーズだから女性ファン多くて、僕みたいに男性が行くとちょっと身長がね、みんなより高くて見づらいと思うんだよね。だから後ろの席の方は、そう、ちょっと迷惑になっちゃうかもしれないんだけど。いやでもサッカー見、男性の方からしたら男性の方が見に来てくれてるのって嬉しいじゃないですか。それはね、やっぱサッカーも男性の方がこう、うおーってこう応援してくれてるとやっぱ嬉しいし、うん、ね、若い選手なんかは女の子にキャーって言われたら嬉しいかもしんないけど、ギフィーもちょっとね、あの、女の子に言われてる時の方が優しくやってる感じあるもんね。でもだから多分、キスマイさんも、まあ、うん、武田選手みたいな男性の方が来てくださると嬉しいと思うので、うん。そうだから周りの方も気にするかもしれないけど、周りの方に迷惑にならないと、別にやっぱり好きなように楽しんだらいいと思います。そうだね、ありがとう、はい、なんだこの発言。20歳なのによく喋れますね、ゆめちゃん。もう FC ギブで鍛えられたもん。あ、本当。俺はあれだよね、こうタメ口でいいんだよね。はい、全然、もう全然、もう一回り以上上だからね。いや、全然。本当に、もう全然タメ口で大丈夫でございますでございます。やっぱ素敵なスリーショットに行って、投げ銭してくれてる人いるよ、お疲れ様ですとか。本当だ、ありがとうございます。みゃーすかみゃーさん、豆鉄砲さんとかね。私よりすごい触れてくださって慣れてるのに。いえ、そっちで触れてよ、ちゃんとゆめちゃん。あ、そうだ。話に夢中になって、あ、また。あれ、クゼさんから来たよ、間に合った、武田さん、ゆめちゃん、ニセフィーだって、ギフィー。ギフィー、これツイッターにギフィーめちゃくちゃつぶやかれるんじゃない、ニセフィーって。ニセフィーと書いてギフィーです。うん。読み方は変わりませんが、表記が変わりました。ギフィーが落ち込んでる。でもなかなかいい名前じゃない、これ。ギフィーは悲しいとかコメント来てたけど、さっき。あ、また投げ銭してくださるから、ありがとうございます。まさゆきさん。すごい。すごいね、このシステム。すごいですね。ありがとうございます。この感じで。ありがとうございます。
本当に。さあ、武田選手との時間も残りわずかになってしまいましたが、最後に、はい、今週行われるカムタマーレサネキ戦に向けて、ファン、サポーターの皆様へメッセージお願いいたします。はい。第3節のサヌキ戦ですが、これまでねリモートマッチということで皆さんダゾーンとかね公式 FC 岐阜の YouTube で応援していただいて本当にありがとうございます。でここからはですね、予定通り行けば観客も徐々に入っていけると思いますので、しっかりね安心と安全が確保されれば、僕たちと一緒に戦っていただければと思います、ね、もし入れない人なんかもたくさんいると思うんですけどそういう人たちもね一緒に引き続きダゾーンとか YouTube で選手たち応援してください。今すごい雰囲気いいんでねチームどんどんこの調子で頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。本当に武田選手今回はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また呼んでください。またお話ししましょう。はい、バイバイ。武田選手、かっこよかったし、何より夢より生配信慣れてましたね。いや、やばしてしまった。失敗なので、ちょっと気を取り直して頑張りたいと思いますよ、またさらにね。ということで、なんと、もう一人、選手をお呼びしております。誰だと思いますか？そう。と、紹介する前にですね、ちょっと、すごい！ドルジさんって方がすごい、すごいよ。ありがとうございます。投げ銭待たせてくださって。ありがとうございます。さあ、そろそろ、じゃあ、次の選手の方、行ってもよろしいですかね。ということで、2人目の選手をお呼びしたいと思います。紹介します。ゴールキーパーの松本拓也選手です。あれ向きが松本選手松本選手もうあれ声が聞こえないミュートになってる聞こえます。聞こえます。どうも。あの画面がはいなんかすごい横あっあっ下がったまだはい大丈夫です。これでいいですか？それだったら大丈夫です。すいません。すいません。生放送なんでハプニングが。そうですね。これ、はい、ならではのね、ハプニングです。はい、はじめまして、集計員。はじめまして。お願いします。こんにちは、松本です。はい、早速、松本選手に質問をさせていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか？OK! ありがとうございます。それではですね、はい、前節のガイナーレ鳥取戦はいかがでしたか？非常に湿度の高い中での試合だったんですけど、はい、みんな一生懸命やって、うん、岐阜で応援してくれてる皆さんのために、初勝利をですね、届けることができてよかったなと思います。本当におめでとうございます。本当にそしてありがとうございます。いやいやいや、ギフィは地味にアピールしないの。ギフィは地味にアピールしないの。今マジョン選手の時間なので、はいはい、ということでもう一つ質問よろしいでしょうか？はい、はい、にですね、ゴールキーパーをする上で松本さんが大切にしていらっしゃることとかありますか？ですね、いい意味で適当になることです。おお、いい意味で適当とは？はい、よくわかんないですよね。なんだろうな、あんまり考えすぎてももう次から次へとシュートが飛んでくるし、試合中とかも、うんうん、1個ミスしたからってこうずっと下を向いてたら、ミスが続くので、どんどん切り替えるっていう意味でも本当にいい意味で適当に。なるほど。適当にというかあっけらかんとしてます。うん、確かに。でもそれはね、なんか引きずられな
買ったりするからいいかもしれないですね、それやっぱり。そうですね、あの、うん、へこむのはもう試合が終わってからとかで、うん、もう試合中はもうどっしり構えて、あのなんだろうな、嘘でも自信を持ってるように自分に言い聞かせてます。根拠のない自信が大事とか言いますもんね。もうはったりな自信でもいいから、もう強気に言おうと思って。いや、かっこいいですよ、めちゃくちゃそれ。ありがとうございます。お、チャットの方ですね。はい、あのスーパーチャットのコメントで、はい、エビシングがジェッツに戻ってくるの待ってますっていうのコメントもあったんですけど、はい、ジミーがあのトイレ行ってくるそうです。大丈夫、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。まあこれも生放送っていうことでね。生ならではですね。そうですね。本当に、はい、ナイスセーブいっぱいでしたねっていうコメントもあります。ありがとうございます。本当に、いや、でも本当に両足つってのナイスセーブにとか足つってたゴールキックお疲れとかそう、いやもう湿度が高すぎて、うん、あのもう前半からキーパーにしてはおかしいぐらいの、 あの汗をかいてたんですよ。あー、なるほど。で、まあこの今コロナの関係で給水もなかなかこまめにできない状態で、はい、気づいたら両足つっちゃいました。いや本当にお疲れ様でした。でも本当にナイスセーブありがとうございました。さて、あの、はい、松本選手の時間も残りわずかになりましたが、あの最後に、はい、今週行われる蒲田マーレ讃岐戦に向けてファン、サポーターの皆様へメッセージお願いします。はい、まあ、今シーズン初めて、お客さんを入れての試合になるので、まあ、ただ新しいこうなんだろう様式というか、おそらく応援歌とかも歌えない状況にはなるとは思いますけれども、皆さんに、直接見てもらえるのがいよいよ始まるので、僕たちも楽しみにしてますし、またホームで、勝利する姿を皆さんに届けられるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてありがとうございます。はい、あのギフィーの、はい、最後にって言ってコメントをお願いしたんですけど、はい、あの時間とあのギフィーが今ちょっと、ね、席を離れている関係で OK つなぎますというふうに言われたので、はい、まずあのですね、チャットの方に、はいはい、松本選手に質問が来ているので、はい、相手選手のシュートがゆっくり見えたりすることってあるんですかっていう質問が今チャットの方に来てたんですけど、はい、あります。おそれ、うん、結構あります、らしいですよね、健太郎さんでもどんな感じに、どんな時、そのどんな感じでそうゆっくり、なんかいろんな動作をこう無意識のレベルでできた時が結構あのゆっくり見えたりします。そのシュートだけじゃなくて、相手の動き方だったり、相手がどこに入ってくるのかなとかっていうのまでこうゆっくり見えて、ボールがこの辺に飛んできそうだなっていうのはあのすごくゆっくり見えたりします。じゃあ、あの前節 の、 あの鳥取戦でもそういう時はあったんですかね。ありました。前半の何分か忘れちゃったんですけど、うん、相手のセンタリングから、ニアサイドでヘディングされたシーンなんですけど、その辺はもう相手が
あの動き直してニアに入ってきて、そっからのボールとかは結構ゆっくりだったんで、ポスト結構スレスレっちゃスレスレだったんですけど、もうあのボールがポストのどの辺を通ってきそうとかっていうのをもう分かって冷静に見送ることができました。あのダゾーンで後で見直してみます。はい、見てください。もう一個なんか質問っぽいのスパチャの方であったんですけど、質問っぽいのてか質問なんですけどホームやアウェー問わずファンの声援があるとモチベーションとか変わりますかっていう。変わりますね。そうですよね。はい、特に、まあ、長良川はね、ちょっと陸上のトラックがあったりするんですけど、例えばこの間の鳥取のスタジアムみたいに球技専用のスタジアムだったりすると、あの直に背中で受けることができるので、すごく励みにはなります。やっぱり声援っていうのがやっぱり一番力になる。そうですね、ホームだとなおさらあの、うん、力になります。やっぱり嬉しいですよね、こうわーって盛り上がって応援してくださると。そうですね、あのやっぱ抑揚というかチャンスな時にすごくこう盛り上がったりとかピンチで、でも自分が止めたりした後にわーって盛り上がってくれるのを見るとあのすごく嬉しいですね。すごいあのいい話をしてくださったタイミングであのギフィが戻ってきました、ね。ギフィ戻ってこなくてもよかったのに。どう、松本選手のいい話の回だったんだよ、今。まあでも、ギフィも映りたいもんね。まあでも。すいません、質問大会みたいになって。あ、いえいえいえ、大丈夫です。いらないよ、やめてよ。ありがとうございました。本当に。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい、ということで松本選手ね、もうスッキリいらないんだって。すごいね、松本選手のね、いい話聞いたよ。そのゾーンに入った時に、ね、残念だったね残念だったね、夢は聞いたよ。なんか書いてる。書いてる。後で見る。そう、ね、見れるからね。見るからね。そう。ということで、ここでね、またチャットの方覗いてみたいと思います。知ってるか、ギフィーがね、席を外してる間にもね、ペパーチャットでね、優先してくれた方いっぱいいたんだよ。嬉しいね。ね。ありがとうございます。本当にございました。そう、質問大会なんか、じゃあそろそろ次の企画に行こうかな。ギフィ準備 OK？ OK ということで、それではここからギフィ&週休夢タイムです。ということで、今日はジェスチャークイズ3本勝負をしたいと思います。出題者はギフィで、ゆめが回答者です。皆さんもね、ぜひチャットの方でのご参加お願いします。さあ、そろそろ、あ、なんか書いてる。なんだいなんだいなんだい、難しい。そうなの？ギフィが難しいって言うて、多分相当難しいお題なんじゃない？夢答えられる？伝わるように頑張る。ありがとう。勝手にそうやって言ったことにしちゃった。でもね、ギフィは、でもギフィならできるよ。だから夢も頑張って答えるね。頑張ろうね。ということで、早速1問目いきたいと思います。大丈夫かい？大丈夫？それじゃあ、そうだね、後ろに下がっていただいて。
それでは1問目お願いします。わかった。もう一回と思ったら違う。カズダンスをする猫。正解！やったー！やったね！カズダンスをする猫。やった。もういいよ、ギフィ。やっぱギフィもダンス上手だから、伝えるの、体で伝えるのが多分上手なんだろうね。さすがだよ。じゃあ、1問目早速。正解しました。すごいよ。ヒント求めないで正解できた。これちょっとギッピーめちゃくちゃうまいから。でもな、いつかヒントを求める日が来るかもしれない。日じゃねえ。時だな。じゃあ2問目。いきたいと思いますけど。OK、準備。じゃあ2問目。どうぞ、でてん。それはどれだ。まずストイックギフィ、ヒントもらっていい。平べったい。それは平べったくはない。オッケー。それは白い？オッケー。で、それをする？で、この後半のあれがわかんない。それできてんの？チャットで、チャットに書いて、一個それっぽいなるけど、どうなんだろう。一回これでチャレンジしてみようかな。これ、回答権って何回ありますか？あ、何回でも。じゃあ、はい。はい。一回答える。うどんを食べる、ミスターマリックさん。当たったすごい！チャットに、そう、チャットに、マリックさんって、ミスターマリック書いてくださってる方がいたら、それをヒントにして。でも、マリックさん、この指のやつやらなくない？さぬきうどんを食べる、ミスターマリックさん。そっか、さぬ、木がかぶってるダービーだって感じ。知ってる？木がかぶってるダービーでよかった。大丈夫。それでも、ギフィは頑張った。やばい。やった当たったよ、これ。すごくない？夢。じゃあ、最後、第3問。準備 OK? じゃあ、どうぞ。じゃん。もう一回。それだけ？それだけ？それをするな。誰？ペン加えたの何？
って、ヒント、ヒント、ヒント。あ、わかった！妹の方妹の方妹の方リフティングするねずこヒントありがとうございます。本当に。いっぱい動いたもんね。ね。いやでも、3問正解できた！やった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 。皆さんのご協力もあって、でも、正解することができました。そしてやっぱり、ギッピーも何よりね、いっぱい動いて表現してくれてありがとう。こんな感じで。どうでした？ゆめもギッピーも頑張ったでしょ？ねえ、みんなコメントして。褒めて、コメントで褒めて。褒められて伸びるから、ゆめもギッピーも。いっぱいパチパチパチってしてくれていいんだよ。ありがとう！ゆめが今見てる画面ね、ちょっとラグがあるからね、コメント反映されるの遅いの。あ、そうなんだ。あ、うわ。やったねーとか、全問正解、パチパチって。ありがとう、ありがとう。いや、でも、楽しかった、ちょっと、これ。またやろうね。ちょっとギフィ大変だけど。ね、やろうね。さあ、ってことで、早いもので残すところ、あとわずかになってしまいました。ここで、ゼムノビッチ監督から、ファン、サポーターの皆様へのメッセージをご紹介いたします。皆さんこんにちは。 FC ギフ監督のゼマノジです。やっと観客を入れてスタジアムで、試合ができる、ことになりました。嬉しく思っています。また人数の制限がありますので、スタジアムで、皆さんに、サッカーで元気を与えるように頑張ります。応援熱い応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、ノビッチ監督からの熱いメッセージありがとうございました。ホーム初勝利をね、ファンサポーターの皆さんの前でねあげたいですね。ね、ということでチャットの方もコメントもいっぱいいっぱいありがとうございます。すごいすごい。パチパチいっぱい来てるやん。やったね。あ、はい、ありがとうございます。あ、スパチャも来た。嬉しい。優勝しましょうだってね。みんないっぱい応援してね。選手たちと一緒に優勝しようね。ほしーさんね、ありがとうございます。嬉しい。 いやでも時間ももう残すところあとわずかとなってしまいました。いやもう本当にこの今回のね配信いかがでしたでしょうか。祝有観客試合直前ライブ配信、木がかぶってるぞダービーライブ配信も終了が近づいていますが、夢としては初めての司会進行とってもとっても緊張したんですけど、皆さんの支えがあって本当に無事進めることができました。そして何よりね、ギフィが一緒にいてくれたからちょっと緊張もほぐれてね、リラックスしてできました。ありがとうギフィ、本当に皆さんも本当にありがとうございました。
7月11日の蒲田マーレさぬきとの試合は、夢も一生懸命応援するので、ぜひね、勝利して、ファン、サポーターの皆さんと喜びを分かち合えたらなと思います。そして今シーズンは必ず J2 に昇格しましょう。以上、FC 岐阜公式 VTuber 週休夢がお伝えしました。そしてギッピー、ありがとう。そしてチャットでご参加いただいた皆さんも本当に本当にありがとうございました。YouTube をご覧いただいた、ね、皆さんも本当に本当にありがとうございました。次回いつあのライブ配信が、ね、あるか分かりませんが、皆様とまた会える日を楽しみにしています。でもみんなもありがとうって言ってくれてありがとう。そして夢とギフィーに拍手をしてくれてありがとう。これからもこれみんなで FC 岐阜を盛り上げていきましょう。本当にありがとうございました。バイバーイ。緊張した。バイバーイ。